皆さんこんにちは。お元気ですか？ベニト・ガルシアです。今日は日本語で話すとこのビデオがスペインの皆さんにも届かないので、今日ブラストのことを日本語で、どういうふうにもっと綺麗になるかっていうのを説明したいと思います。皆さんが多分いろいろでいつも悩んでて、どういうブラストつければいいかっていうのが全くわからなくて、それともなんか悩んでて、じゃあ私はここで今日はもう少しこういうブラストだったら絶対綺麗に問題はいない状態、雰囲気があれば、まあ捨ての先までは綺麗にできると思いますけど、もしその雰囲気がフラメンコにはない、まだない初心者です、まだ始まったばっかりだったら、まあ今日はこれから見せるブラストがやった方がいいと思います。シンプルなのでぜひちょっと見ててくださいね。とりあえずこのブラストの一番シンプルはこちらですね。左手が手前にいるの高さをちゃんと見てて、で自分の胸とおへそのあたりの高さに置いてあげると良いですね。でもうちょっと下にか上かっていうのはまあどっちでも構わないので、ある程度で、右手が自分の鏡から見たら肘が後ろに乗せてるんじゃなくて、肘が鏡に見えるようにの方が綺麗、どうせ2つの手が持ってるので、もちろん気持ちよくが強くワンってあれば後ろに行くと思うけれども、そうじゃない時にはね、今が見える通りがやった方が、丸かへこをやってみれば結構綺麗に見えると思いますけど、これが一番シンプルのブラスト、基礎のブラストですね。こうやってやると綺麗ですね。これだとちょっと怪しいんだよね。見ればわかると思うんだけど。まあそうすると、こんな感じで丸かへをしたら、左手でね、右手もこうやっておけば、変え方がこういうふうに。手がこうやっておくとちょっとね、やっぱり綺麗ではないと思うの。で、まあ、これでスカートが使う時があれば、後でこのビデオに、最後の方に生徒さんとのビデオがあるので、ぜひ見てください。もう一個の置き方が、左手がさっきのままで置いといて、で、右手が上に置きましょう。で、右手が肘がちょっと前に落ちてしまうと雰囲気が出にくいのと、形もバランスが崩れちゃうから、ちゃんと右の今手が上にある右手を肘が後ろに引っ張ってあげてね。これはマルカヘが右の方に向かってやる時でのことの話ですね。でこうやってやりますね。でこうを下げて、で変える時にこういうふうに変えていこう。で左手が中から上に上がっていって、また中から下がっていって、でまた中から両方ともの手が上げていって、でこういうパターンもまたありますね。左手が上に上げてから下げることも可能ですけどね、もうちょっと難しいけど、でも両方ともの手が上に行ってから下に下げていくね。それがまあもう一つのパターンとしてですけど、難しいならさっきので構わない。今から自分の生徒さんのクロスさんと一緒にこの、ファルダのことをマルカヘとブラストをやりたいと思います。とりあえずこれをゆっくり、スペイン語でも結局同じことを説明してるんで聞いてください。スペイン語も勉強することいいですよ。
continuando aquí. Lo baja por dentro y ahora podríamos subirlo por dentro porque viene el brazo por aquí. Por dentro. まあ、これでこのビデオが終わりたいと思うんですけど、もしこのビデオ気に入ったんだったら、必ずこの下にあるいいねボタンを押してもらって、で、気に入ったチャンネルだったら、このチャンネルをフォローしてくれたらすごく嬉しいです。必ずまた毎週の月曜日が、アドバイスのビデオを載せようと思っているので、ぜひまたお楽しみにしてください。ありがとうございます。また会いましょう。バイバイ。